死体遺棄などの疑いで逮捕・送検された田村瑠奈容疑者ら親子3人は共謀して今月1日から2日にかけ札幌市中央区のホテル客室で恵庭市に住む62歳男性の首を切断し頭部を持ち去ったなどの疑いが持たれています。捜査関係者によりますと被害男性の頭部は瑠奈容疑者らの自宅2階浴室から腐敗が進んだ状態で見つかっていたことが新たに分かりました。また自宅からは瑠奈容疑者とみられる人物が変装に使った可能性のある黒っぽい服や金髪のウィッグも押収されたということです。警察は瑠奈容疑者らが遺体の身元特定を遅らせる目的で頭部を持ち去ったとみて調べを進めています。